お金と時間の学校の寮です。今日は歴史的円安先行きと対処法という内容でやっていきます。ちなみに私は途中まで半沢直樹みたいなキレの人間なんですけれども、気になる方は覗いてみてください。今回の動画では最近世間を騒がせている歴史的な円安について解説していきます。ドル円は150円を突破して32年ぶりの歴史的円安水準になりました。メディアでも不安を煽るような記事がたくさんあります。私もサムネで煽ってしまってすいません。ただこの歴史的な円安水準を受けて、今海外に投資するのはまずいかな、円安だから国内に投資した方がいいのかなと迷っているような人もいれば、円安だから米国 ETF を買ってたけど今はストップしてるとか、せっかく海外に投資をしようと思っていたのにこんな円安になっちゃったら買えないよ、こんな風に投資に一歩が出ていない人も結構多いと思います。実際私の LINE に来る質問や相談にも為替に関する質問がむちゃくちゃ増えました。ですのでこの動画ではそんな円安による悩みや迷いがなくなるように、今の為替がどのように動いていくのか、そしてこの円安にどう対処していけばいいのかについて解説していきます。為替に振り回されることなく地に足をつけて不安なく投資をしていきたいという人はぜひ最後まで見て持って帰っていってください。では早速行きましょう。歴史的円安はなぜ起こったのか、これから為替はどうなっていくのか、歴史的円安に対処する方法、この3つでやっていきます。ではまず歴史的円安はなぜ起こったのかですが、早速結論です。歴史的な円安が起こった理由とはいくつかの要素はあるのですが、一番の大きな要因としては日本と海外の金利差によって引き起こされています。この結論は半年前の2022年の4月にアップした同じ円安について解説した動画で伝えている結論と同じなのですが、より深掘りして解説していきたいと思います。例えば今クローズアップされている日本円と米ドルの金利の状態ですが、その国の通貨の金利を示す指標として代表的な10年国債利回りで言えば、日本が 0.249%、 アメリカは 4.263% になっています。利回りの差は 4.014% となります。ではこの時点からちょうど1年前の水準を見てみると、日本が 0.110%、 アメリカが 1.374% になります。利回りの差は 1.264% となっていますね。ほんの1年前と比べて利回りの差が 1.264% から 4.014% にまで拡大しています。こういった金利差の拡大によって、日本円持ってるより米ドル持ってる方が利息たくさんつくから円売ってドルを買おうと判断する投資家が多くなるので、実際に円が売られて米ドルが買われてググッと円安になっているわけですね。ではここから少し深掘りをしていくと、なぜ日本は金利を上げられないのでしょうか。金利差があるなら金利を上げればいい、こんな単純な話なのですが、けど金利を上げられない。ゼロ金利、マイナス金利をずっと続けている状態から日本だけいつまでも抜け出せずにいます。ではなぜ日本は金利を上げられないのかというと、これだけ長い間低金利政策を続けているのに、なかなか日本経済が上向いていかない。日本だけずっと低インフレが続いており、経済が停滞している状態です。そういった状況のままで金利を上げるとお金を借りるコストが上がり、お金が巡りにくくなり、経済活動が失速し、景気後退が起こる可能性があるからなんですね。つまりは金利を上げると景気が悪くなるわけです。つまり日銀や日本政府が、今の日本経済がそんなに良くないのに金利なんて上げられるわけないでしょと判断しているわけですね。ではなぜ日本はずっと低金利なのに経済は上向かないのでしょうか。私は経済の専門家でもないですし、何か経済の研究をしているわけでもないので、細かい議論はこの動画では取り扱えませんが、ものすごく簡単に言ってしまえば日本経済が弱いからです。なのでなかなか金利を上げられないんですね。世界でぶっちぎりの低インフレ、
低成長、この状態がずっと続いている状態なんです。失われた30年と言われてだいぶ経ちましたが、この構造的な日本の課題である経済の弱さ、この根本的な問題が解決に向かうことがないまま、欧米を中心とした急激なインフレによって日本経済の弱さが円安という側面で浮き彫りにされたに過ぎないということなんですね。ではこの起こるべくして起こった円安は今後どうなっていくのか、ここについて解説していきたいと思います。では次、これから為替はどうなっていくのかですが、これも早速結論です。今後の為替はどうなるのかわからない、これが結論になります。ただこれだけだとつまらないので、私の個人的な見解も後で伝えたいと思いますが、為替なんてどうなるのかわからない、これは鉄則です。ですので、どうかわからないということだけは忘れないでください。予想している人とかもいますが、わかりっこないです。為替なので相手国の通貨の影響もありますし、為替に影響を与える要素が多すぎて複雑に絡み合っているので、分かろうとすること自体がナンセンスです。為替を予想するアナリストの意見も参考にする程度で鵜呑みにしないでください。ではあくまでも参考程度に、分かりっこないという前提で私の個人的な見解もお伝えしておくと、私は引き続き円安トレンドが続くと思っています。さらに円安になるのか、それとも今の1ドル150円ぐらいで落ち着くのかはさすがにわかりませんが、円安が起こった理由で話した通り、日本が弱いという構造的な問題はなかなか解決に向かわないので、円高に向かう要素が見当たらないという印象です。もちろん今後欧米の景気悪化などによって欧米の政策金利が引き下げられるということが起これば、円安を引き起こした金利差が縮小するので、また円高方向に動く、これは必ずあると思います。ただ日本経済が弱いままで、日本の金利が低いままであれば、ものすごく大きく円高方向に戻っていくのはちょっと考えづらいかなと思っています。他には対処療法的に為替介入をして円高方向に動かそうとする動きもあるはずですが、あくまでもそれは対処療法でしかないので、大きく円高に戻っていく要素にはなりにくい。そう考えていくと、円安トレンドが続く可能性の方がまあ高いのかなという感じですね。あくまでも可能性の話でしかありませんので、私自身もざっくりとではありますけどね。いずれにしても最初に伝えた通り、為替の先行きなんて誰にもわからない、ここだけは忘れないでくださいね。では最後に、この歴史的円安とどう向き合っていけばいいのかについて最後に解説していきます。その解説の前に2つお知らせです。 YouTube では実現できない特別なコンテンツを LINE アカウント限定で絶賛提供中ですので、情報が多すぎて何が正しいのかわからない、自分に合う投資の正解がわからないという気持ちがほんの少しでもある人は、ぜひ概要欄から覗いてみてください。もう一つは、お金に強くなれる情報を定期的に発信していますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では最後、歴史的円安に対処する方法ですが、これも早速結論です。歴史的円安に対処する方法とは、気にしないことです。これしかありません。ふざけるな、動画を見た時間を返せと、どうか怒らないでください。結構大真面目に言っていて、気にしないこと、これが唯一の対処方法なんだと本気で思っています。ここまで話してきた通り、為替の動きや先行きなんてものはわかりっこない、これが鉄則でしたよね。であれば、わかりっこないものに対処しようとすること自体がナンセンスです。わからないことはわかろうとせず、わからないまま進んでいく、このスタンスが大事です。わからないことや自分ではどうにもできないことに気を使うのはエネルギーの無駄です。ですので、どうしようもできない為替を気にすることは、過去の失敗を気にすることや上司の機嫌を気にすることや天気を気にすることと同じです。どうにもならないですよね。ですので、そんなものを気にしてても仕方ありません。ですので、為替なんて気にしないでください。これが唯一の
対処方法です。為替はコントロールできないですが、その一方で自分の行動は誰でも自分でコントロールできますので、投資をストップせずに続けていってください。為替という問題を解決しようとするのではなく、気にしないことによって問題を消滅させてください。そして今まで通り勝ちやすい場所で自分のやりやすい方法で投資をし続ければいいだけです。もちろん為替が円高に行ってしまってやっぱりやるんじゃなかったとなる可能性もあります。逆に円安トレンドが継続してあの時投資しておいてよかったとなる可能性もありますので、わからないしどうにもならないものに振り回されることなく地に足をつけて投資を継続していきましょう。では大事な知識がより記憶に定着するようにおさらいしていきます。歴史的円安先行きと対処法という内容でやってきました。この歴史的な円安は日本と海外の金利差によって引き起こされています。日本の金利が低く海外の金利が高い、このギャップによって日本円が売られて円安になっています。ですが日本は金利を上げたくても経済が弱く金利を上げると景気後退が起こってしまう可能性が高いので、金利を上げたくてもなかなか上げられません。この構造的な日本の問題が歴史的円安を引き起こしています。そしてこの円安の先行きは誰にも分かりませんので、分からないことに振り回されないでください。必要以上に恐れることもありません。ですので気にしないこと、これが為替に対しての大事な対処方法ですので、気にせず心穏やかに投資を継続していきましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画を見て少しでも役に立ったと思ってくれた方は高評価コメントをしてもらえると嬉しいです。では次回の動画でさらにお金と時間をハックしていきましょう。動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは皆さんからのご質問やご相談、感想などもお待ちしております。また、LINE の登録特典もたくさんありますので、ぜひ受け取ってください。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。